まだ早いし、どこか行こうか。全拍手をやめようと思うんだ。美月さんが来たことだし、今日の稽古を始めようか。師匠らしく振る舞うのは得意じゃないけど、おじいちゃんから頼まれた以上、全ての剣術を叩き込んであげる。いやいや、師匠たち、そんなに気を張らなくても大丈夫だよ。って待って、もしかして本格的な修行ってこれから始まる感じなの？数日間の稽古を観察して、ようやくあなたの資質を判断できたから。師匠、師匠、それでうちの資質はどう？美月さんはいろんな資質に恵まれてるよ。もちろん剣術を学ぶ資質にもね。あ、来てたんだ。ねえねえ、今の聞いた？師匠がうちは剣術の天才だって言ってくれたよ。物にして戻ったら、みんなうちのこと見直すだろうね。剣術の修行というのは、いつの時代も厳しいものなんだよ。美月さんが剣術を学ぶ決意をしたんだったら、本格的に修行を始める前に最後までやり抜く理由を見つけないと。別に大小は問わないけど、曖昧にしたままじゃいけないよ。つまり弟子になる過程は受け身でも構わないけど、学ぶ過程では積極的にならないといけないってこと。僕はかつて幸運なことに、剣術の達人と剣について語り合う機会があった。彼女はなぜ幼い僕が剣術の道を歩んでいるのか、なぜ剣を振るうのかと聞いてきたんだ。だから今日の稽古はこの質問を考えることから始めたいと思う。美月さん、君はどうして剣を振るうの？どうして剣を振るうかって、それは敵を倒すためでしょ。え、もしかして違うの？僕もその剣術の達人にどうして剣を振るうのかを聞き返したんだけど、彼女は敵を倒すために剣を振るう、ただそれだけって言ってた。美月さんも同じような答えを出すなんて、やっぱり才能があるよ。敵を倒す一番いい方法は光線銃を使うことだって元気で言ってたよ。あと剣術修行は人間の身体能力を極限まで高められるって。元気をたくさん見てきたようだね。でも美月さんの目標が自分を高めることなら、剣術を学んだ後に再び弓を手にしたとしても得たことを活かせるはずだよ。そんな中身のない励ましに耳を貸さなくていい。え？それなら雲里大先生の意見もぜひ聞かせてほしいな。あなたに聞きたいんだけど、剣術を学ぶ上で何か具体的で実現可能な目標はある？例えば演武天礼でこのランク、順位を取りたいとか、誰か勝ちたい相手がいるとか。勝ちたい相手、あんた、タンコ、姫子、それとも幼児ちゃん？具体的な相手が思い浮かばないんだったら、目標をもう少し小さくしてみれば。例えば剣術で一度にこれだけの相手を倒せるようにするとか。10人倒す？10人？あ、10人倒すってのは元気のセリフなんだ。うっかり出ちゃったよ。
だって好きなんだもん。美月なのかの剣術を学ぶ動機、何か分かったかも。まさか剣士の元気じゃないよね。あ、言われてみればそれかも。うち先週の元気や小説にすごくハマっててね。その元気に出てくる英雄ってみんな剣を使うんだよ。うちは弓使いだけど、いつかあんな英雄になりたいなって。やっぱり。別にいいじゃん、千人の読者がいれば千人の英雄がいるの。公明盛大な英雄になるために剣を振る、それはそれで剣術修行に励む理由になるね。師匠たちが認めてくれたならもう一つお願いがあるんだ。うちお茶を捧げる剣茶をしたいの。その時は師匠たちもちゃんと指でテーブルを叩いてね。剣茶、講習礼？初めて弟子を取る時ってこんなに厳粛なの？お願い、元気に出てくる英雄たちはそうやって弟子入りしていたから。それはなおさら必要ないよ。ガタガタ言ってないで、私たちにミルクティーでもおごってくれない？それで飲み終わったらおとなしく剣術修行に戻る。これでどう？やった！じゃあ早速不夜行に行こう。やれやれ。若女将、これはおかしくないか？泉州の茶文化は奥が深く、客を丁重にもてなすものだと聞いていたのだが、おかしいなあ。私は客だろ？客だよな。どうなんだ？お客様。おっと、客などと呼ばないでもらいたい。どうせお前は私のこと客だと思ってないんだろう。私は熱すぎずぬるすぎずちょうどいいお茶を頼んでいるはずなのに、出てくるのはぬるいお茶か熱いお茶かのどちらかだ。お前たち選手は全くどういう客の扱い方をしてるんだ。それに肝心なお茶も泥水と何ら変わりない。こんなもので金を取るのは善良な客を騙しているようなものだろう。それと不夜行などという名前はやめるんだな。覚えにくい。今度でかい字で泉州下水と書いた看板を送ってやるから、それを立てかけろ。やめてよ、人をバカにするにも程があるでしょ。おやおや、今度はどこぞの英雄だ？うちだよ、美月さんは。あ、いや、なんだかあんまりかっこよくない気がする。ねえ、なんとか言ってやって。そう、うちは剣士の。聞いたことないぞ。さっさと失せろ。スコートさん、僕は運気行営の元凶だ。確か前にも会ったことがあるよね。言動には気をつけて。
町で騒ぎを起こさないようにしてもらいたい。はあ、私はただ一般の客として若おかみにこのお茶の文句を言っていただけだ。お前たち運気軍はそんなことにまで口出ししてくるのか。そんなことをしていたら今後泉州にお茶を飲みに来るやつなんてこの銀河のどこにもいなくなるぞ。あなたみたいな人が泉州に来た観光客だって言えるの？観光客でなければ何だというのだ。泉州の囚人か。とにかくまだ無名ちゃんをいじめるようならうちが持ってるこいつが黙っちゃいないからね。ああ、私の聞き間違いか。まさか英雄殿はそんな小さな生クラで私に勝てると思っているのかな。小さな生クラ？これは封建だよ。うちはこれで剣術の修行をしてるんだから。ほう、剣術の修行をしているのか。道理でショーに出るような格好をしているわけだ。それよりお前も泉州のものではないようだが、どうしてわざわざ剣術の修行をするんだ。安全に不安があるならカンパニーのメカを売ってやってもいいぞ。バカ言わないで。誰があんたんとこのポンコツメカなんて欲しがるっていうの？それはすごい。では実演してもらおうじゃないか。誰か田舎者にメカを見せてやれ。君たち、もう一度忠告するけど、ラフ泉州では街中での喧嘩は禁止だよ。あなたたち、もし手を出してくるようだったらそのガラクタぶっ壊すから。そうカッカするな。私はルールを守る人間だ。この者たちは私の部下なのだが、輸送船の件で泉州に残らざるを得なくなったせいで少しイライラが抑えられないようでな。結局のところこれも全てお前たち泉州のせいだろ。茶館の件は目をつむってやる。だがな、カンパニーのセキュリティ能力を疑うことは見過ごせない。なんせこれだけ多くの客の前だからな。このままで私の輸送ビジネスが続けられなくなってしまう。それと一生をかけて見かけ倒しの武術を学ぶくらいならさっさと金を払ってカンパニーの民間用メカを買った方がいいぞ。数日もしないうちにお前の師匠をボコボコにできるだろう。先週の剣術をそんな風に侮辱するのは許さない。本当に実力があるって言うならそのメカでかかってきなよ。はあ、かかってこいだと？三月様に勝負を挑まれたからには受けないわけにはいかないな。戦う前ならその口は剣よりも鋭いかもしれない。だがメカの凄さを思い知ればカンパニーに金を払いたくてたまらなくなるだろうな。そう慌てるな。私が賭けを忘れるはずないだろう。お前は弟子入りしただけでまだ修行はしてないそうだな。私も弱い者いじめは好きではないんだ。かえって好きなだけ師匠から剣術を学ぶといい。そうだな、15日後にこちらから伺いお前にカンパニーのメカとの一騎打ちを申し込もうではないか。たった15日？うん、分かった。望むところだよ。お前が負けたら金人公の街頭に立ち公衆の面前で犬の鳴き真似をしろ。
そして通り過ぎる人全員に対して先週の剣術は犬ですら見向きもしませんと大声で言う。ああ、それと負けたら剣術の修行もやめて私に弟子入りするといい。メカの操縦法を教えてやろう。じゃあうちが勝ったら？逆に私がお前の弟子になってやろうか？いやだよ、うちあんたのこと嫌いだもん。ではこうしよう。私も公衆の面前で犬の歌の鳴き真似をして大声でカンパニーのメカを欲しがるのは豚くらいしかいませんと言ってやる。そして輸送船のメカすべてにこの言葉をプリントしよう。これでどうだ？豚の鳴き真似だけじゃ足りないよ。不夜行の無名ちゃん、それから先週の剣術にも謝ったよね。ああ問題ない。だがそれはその小さな生蔵で私に勝ってからの話だ。みんな聞いたな？では15日後に会おう。行くぞ。ちゃん大丈夫？はい、大丈夫です。助けてくださってありがとうございます。ただお店が種族の民の観光客に批判されるのは構わないのですが、美月さんをあの人と戦わせることになってしまって大変申し訳ありません。お店のことで美月さんに大きな迷惑をかけることになってしまいました。大丈夫大丈夫。実力があってもなくても困っている人を見かけたら放っておくことなんてできないからね。それにあいつが威張り散らすのを黙って見過ごせないよ。美月さんは元気や小説に出てくる英雄が言いそうなことを口にするだけではなく、彼らと同じように善良な心の持ち主なんですね。私完全にファンになってしまいました。うちは別に英雄なんかじゃないよ。あなた方は献茶をされるために不夜行へいらっしゃったのですよね。もしよかったら中へどうぞ。ううん、それより今は戻って剣術の修行をしたいかな。師匠たち、お茶はまた今度でもいいよね？もちろんいいよ。それより美月さんに聞いておきたいんだけど、さっきの賭けどれくらい自信があるの？うちが負けるはずないでしょ？どうやら本当に何も考えていなかったみたい。特に心配いらないと思うから美月なのかにやらせてみよう。真剣に修行すればカンパニーのガラクタに勝つことくらい問題ないはず。真剣に修行すればね。師匠たち、今のうちはやる気満々だよ。必ず剣術を身につけてあいつを思いっきり懲らしめてやるんだから。それとあんたのことは一番頼りにしてるから、助教としてうちの剣術修行をしっかり監督してね。
かったらうちのせいだよね。師匠たち、助教さん、今すぐ戻って剣術修行を始めよう。メカとの一騎打ちは15日後だから、それまでに剣術の達人にならなくちゃ。15日だけで達人になるのは少し難しいと思う。ウンリ師匠、弱気になっちゃダメだよ。勢いだけに頼ると三日坊主になってしまう。厳密な計画を練ってこそやり遂げられる。安心して、プロの助教にお願いして稽古メニューを組んでもらうから、きっと大丈夫だよ。師匠たち、心配しないで。うちのことは信じなくてもいいけど、この子のことは信じて。なんたってうちの相棒なんだから。剣術に対する美月さんの熱意が高まっている。それに具体的な目標も見つかった。どちらも思わぬ収穫だね。悪党たちに勝つ方法はたくさんあるけど、英雄になりたいんだったら自分を高める以外に近道はないよ。このことをよく覚えておいてね。うん、覚えておくよ。じゃあ覚えたところで師匠として課題を出すよ。ウンリ師匠、どうぞ。この15日間、3段階に分けて試験をする。私たちの試験に合格すれば、カンパニーのガラクタなんて恐れるに足りない。でも、もし逆に合格できないんだったら。それはウンリの教え方が悪かったということだから、美月さんはすぐに諦めて無理に戦おうとしない方がいいよ。ちょっと、教え方が悪かったの前をあなたの名前に変えて。分かってるよ、元気に出てくる弟子と師匠は一蓮托生だもんね。弟子が負ければ師匠の顔に泥を塗ることになっちゃう。選手には武術界の掟みたいなものはそんなにない。あなたが怪我をしないかが心配なだけ。でも真剣に剣術を学んで試験に合格してくれれば、安心して君を戦いに送り出せるよ。最後に、今日の最初の話題に戻ろうか。きっと美月さんはもう剣を振るう理由を見つけてるよね。うん、うちは英雄になるために剣を振るうよ。不合理のことに遭遇したら、困っている人たちのために剣を抜いて、悪党たちを震え上がらせ逃げ出させてやるんだから。じゃあそれを心に刻んで剣術修行に励むことね。本格的な修行を始める前に、助教さん、打ち数が少ないけど何かアドバイスはある？うちもつべこべ言わずに行動する王道路線が好きだよ。話はここまでにしよう。あんたはうちの剣術修行をしっかり監督してよね。
収穫があったよ。うち本当にお疲れ様。口が開いてない。どうすればいいんだろう。今日の成果はここまでにしましょう。後で少し復習しとかないとね。
こんな技まで身につけちゃうなんて、さすがうちだね。聞かせて。今日は最初の試験だね。試験のテーマは基礎技術だよ。うち知ってるよ。足腰を鍛えてこそしっかりと戦えるってやつだよね。それは憲法のことでしょ。でも間違ってはない。基礎的な身体能力、正しい力の使い方が身についてないと、複雑な技なんてなおさら身につけられないよ。美月さん、毎日の素振りは基礎の元なんだ。速さ、勢い、鋭さ、それと滑らかさでしょ。分かってるって。ほら、美月なのかもあなたの長話にうんざりしてる。え、うちはそんな風になんか思ってないよ。僕は美月さんが初めて剣術を学ぶから口伝を強調して理解を深めてあげようとしただけだよ。分離みたいな天才であっても基礎をおろそかにするとせいぜい見かけ倒しの技にしかならないからね。教えるならさっさと教えれば、わざわざ私を引き合いに出す必要ないでしょ。まさかこれについて寛永将軍から教わらなかったの？あなただって戦闘中にスズメみたいに飛び跳ねるのは良くないってこと、将軍に教わらなかったようね。この数日、美月さんも基礎技術をかなり学んだだろうから、そろそろ試験をしても大丈夫だと思う。美月なのか、双剣を構えてしっかり立ち向かって。
聞いてるのによると、今日試験があるんでしょ。準備はバッチリできてるよ。身のこなしだった。合格だよ。やったー。ねえねえ、早く褒めてよ。これも二人の師匠と助教さんのおかげだよ。じゃあ今カンパニーのあいつと戦ったら勝ち目はどれくらいあるかな。美月さんはもともと武術の才能があるし、実戦経験も豊富。それに僕とウンリが剣術を指導しているから、もし今カンパニーの警備用メカに戦いを挑んだら、おそらく勝ち目はない。うん、ウンリの言う通りだね。え、全く勝ち目がないの？師匠たちはうちの自信をなくそうとしてる？先に言っておくけど、うちは褒められて伸びるタイプなんだからね。それってつまり、うちの剣術はまだ修行が足りないってこと？半分趣味程度で美月なのかに技を教えてきたけど、弟子に技術を教えるということに対して達成感が出始めている。え、ウンリは今頃そうなの？美月さん心配しないで、僕は最初から真面目に教えてるからね。いちいち突っかかってこないで。三月七日に教えた技はどれも主命剣術の中で磨き上げられた技なんだから。三月さん、この15日の修行期間というのはあまりにも短い。だから試験の結果に関係なく、基礎技術の稽古は続けてほしい。そうすれば少しは勝ち目も出てくるはずだから。将軍はいつも剣術試験の後、剣の手入れのために僕を構造師へ連れて行くんだ。そこで美月さん、今日は将軍のやり方に習って一緒に行こう。これも君を認めてるってことの表れだからね。ありがとう元教師匠。何か分かったか？はい、調査の結果、あの少女も請求列車の七死人で、侮れない実力者だということが分かりました。スコートさん、この賭けは少しリスクがあるのでは？リスクを恐れてどうする。お前は戦略投資部の大物たちを見たことはないのか？彼らはリスクのない取引はしてないだろう。私の前で弱そうなふりをして驚かせようとする魂胆だったか。おい、この付近で最高のメカを調達してこい。わかりました。最高のメカを検索しています。15日短期集中コースを受けた弟子とやらがどれほどの実力を身につけてくるのか、見ものだな。